皆さんこんにちは。今日は上野立展に行ってきました。上野立は今から100年ほど前、日本人建築家上野伊三郎の妻として来日したオーストリア人のデザイナー。本名はフェリーツェ・リックスといい、正式な愛称はリッチーといったそうですが、日本人が発音しやすいようにリッチと名乗りました。ウィーンのユダヤ系の名家のお嬢様で、成長してからはあのウィーン工房のデザイナーとして活躍。結婚後はウィーンと夫の故郷京都を行き来しながら、そして戦後は京都を舞台に仕事をし、教育者として後進の指導に当たりました。本展はそんな彼女のデザインの全貌を知る世界初の大回顧展です。はい。で、展覧会の構成なんですけれども、まず彼女は、本当はユダヤ系のね、お嬢様だったということなんですけれども、そのお嬢様が、ウィーン工房という、非常にその当時のですね、先進的なデザインの工房で、スターデザイナーとして、活躍していたわけなんですけれども、その頃の、ウィーン工房の、いろんな作品なんかを、見つつ、そして、ウィーンで、夫の上野伊三郎さんと出会いまして、でその後こう日本に来るわけなんですけれども、そういった時の、いろんなテキスタイルデザインですとか、あとその七宝に描いたデザインですとか、そういったものなんかを見ることができます。はい。そしてあの、最後に、彼女の集大成というふうに言っていいと思うんですけれども、あの日比谷の日生劇場という劇場の、フレンチレストランでアクトレスというレストランがあったんですけれども、そちら の壁画を担当した時の作品なんかも見ることができます。なんか今すごいこう世の中的に女性発掘、女性アーティスト発掘みたいな機運みたいのがあって、これからメトロポリタン喋る時にも、またそういう新たに発掘された女性の話出てくるんですけれども、で結構上野立さんも今回が初めてってわけではなくって、ちょっと前にもう展覧会やったみたいで、その時に結構な反響があったみたいで、で、そこから始まってるみたいなところとかはどうやらあるらしいんですけど、でそれで結局今回の展覧会なんですけど、キャッチコピーがウィーン生まれの可愛いですっていうふうに書いてあって、これ本当そのまんま可愛かったっていうのがあって、それで私もすごいずっと見たいなというふうに思っていた展覧会でした。で実際その彼女が影響を受けたというか、彼女が働いてたっていうか、デザインをしていたウィーン工房っていうのもね、あれももともとそのウィーンのジャポニスムっていう日本美術っていうのが非常にこう影響を与えているという、そういうデザインなわけですから、非常にこう日本の、デザインとこう日本人的な感性とすごい親和性があるんだろうなっていうふうに思っていたわけなんですけれども、結局彼女がその日本に来て、で、とってもこう日本的な繊細さみたいなものもあれば、またその彼女自身の、その、西洋人としてのこうすごいこう自由さとか軽やかさとか、そういったものがあったりとか、あとはもう本当に女性ならではのいろんなその、可愛いなっていうふうに思うポイントみたいなものとか、そういったものっていうのがすごい総合された感じっていうのもあり、でそして、そこにちょっとこうレトロなテイストが入っていたりとかして、非常に好きな人は好きだろうなというふうな、そんな感じはしました。でその上野立なんですけれども、立って本当はこうウィーンのお嬢様ということだったわけなんですけれども、そしてこの、100年前に日本に来たと、すごいこうお嬢様が、海を越えて日本なんて辺境のというか、極東に来るって、ものすごい、勇気のいったことだと思うんですけども、そういうことをやり遂げてしまった、かなり強い女性だったっていうこともありますし、あと彼女のデザイン自体はものすごく可愛いんですけれども、彼女後から戦後はね、学校で教えたりっていうようなことをしていて、でその彼女 の教え子たちっていうのはものすごい怖い先生だったっていうふうなこととかを言っていたりとかするわけなんですよね。で、怖いし強いし、かなりこう日本人の優しい大和なでしこみたいな人とは全く対極にいるみたいな、多分そんな感じの人だったんじゃないかなっていうことが推察されるわけなんですけれども、そういった女性とね、添い遂げた
その当時添い遂げたこの上野伊三郎さんって、なんかこうものすごいこう度量の深い人だったんじゃないかな、大きな人だったんじゃないか、そうそう、懐の大きい人だったんじゃないかななんていうふうなこととかを思ったりして、それも非常に面白かったところですね。でそれとあと一つ気になったのは、結局その彼女ユダヤ系ということなものですから、第二次世界大戦というの頃というのは、まあ、彼女日本にいたわけなんですけれども、もしこの時に、日本に来ていなかったら、まあおそらくその当時ユダヤ人が、被ったであろう過酷な状況ね、例えばその強制収容所に送られてしまうとか、あとあるいは成功した人だったらアメリカに亡命するとか、そういうこととかっていうことをやっていったんじゃないかなと思うんだけれども、そういった可能性なんかなんていうことも考えると、やっぱ上野律義さんのその生涯っていうのは、まあ非常にこう波乱万丈といいますか、興味深いというか、そういったところはあるなというようなことを考えつつ、展覧会を拝見しました。いつもご視聴ありがとうございます。展覧会のために撮っている動画なので定期的とは言えないのですが、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。